はい。結構大きいな。確かに。あれ、竹やしピピやの、あんまやし、あちゃんやし、ピーマンやし。パンやし、ミーやし。柿ない。あ、来た人、のでお願いします。案内豆腐、ミーモ、ライチ、ホタル、ミア、リエちゃん、エマ、奥田よし、国名コパグマン、はい、カナ。兄貴どこのシープグリーンピーの上ちゃん見える見てるバリバリめちゃめちゃすけ、かっこが、正午、言いたいことも言えない世の中じゃん言いたいことも言えない、プリン言いたいことも言えないあくびドックのさは言いたいことも言えないピーマンまたぼう小関松本プログラミングしてないよたいことも言えない茂に丸ナイキ言いたいこと言えない米つね車乗ってるやんユーラシシゲニプリンやし、ミーモ、フェルミナ、ピコタン、シープ、梅ちゃん、コワク、今車の話はまあしますんで、待ってください。首飾り増えました。何や首飾りってミーモ、イオリ、サトちゃん、スヌーピー、おたまが、ゆで卵ミーモ、ヤコ、マコリカナセキスカールマジ？横髪だと赤く見えない。猫っち。あ、お疲れ様です。昨日はね、お世話せしてね、ありがとうございます。鍵はね、あれ。ありがとうございます。鍵がなんとかね、ありましたというか、なんとかなりましたんで。
どういうことってどういうことってそういうことだよ。だからお探ししてありがとう。昨日いろいろ皆さんでわー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 言ってましたけど、まあいろんな思い出ありがとうねって。一家総出のシャタビやったけどな、まあいろんないい思い出になったよ。いい思い出になりました。皆さんありがとう。ライスでもな、お前人殺すねよ。猫ちさまちょこちゃん、ありがとう。フレ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 、はーん。いや、いい思い出ができたんで、ありがとう、ありがとうね。結局あの後3人で仲良く車の中で、いやちょろいなって言いながら仲良く帰りました。外食はしてねえけど、ちょろいな、いやだからそのままちょろいなっていうのになって、ドーナツ安い。なんとかね。俺に当てて、うちの親の好感度が上がる配信、ありがとうございます。ちょろいなみたいな、最近ちょろいなみたいな、どこにあったの？ん？だから普通ポケットだよ。早く企画しろや。企画って何？ちなみにどうでもいいよ、あんなこと。あ、そうな。じゃあ寝なよ。寝なよ。それはいい思い出になった。っていうのは嘘で、まあ、鍵はなかったっすね。鍵は作りました。イモビライザーだかスタビライザーだか知らんけどさ、あんまついてねえやないかい。ついてねえやないかい、そんなもん。ジャンが嘘つきやがって、投げんなよマジ。今日はたくさん食べてやる。金返せ、お金だよ。意味が分からん、金返せ。ウーマナイザーでうちの親父が笑ってたよな。あいつウーマナイザー知ってんだと思って。マジで。だから今日はね、普通にね、うちの母親と一緒にあそこの駐車場に行って、
もうあのオーハイゴンでしたね。オーハイゴン。車の中でもうちの母親暴れて暴れて。安心つけたかったわ。あんな暴れてくれんなら。なんで暴れたの？まず俺がこういう運転してたから。足がきつかったからこういう運転してたら。まず暴れて。で、急に急ブレーキしてみたり、クラクション鳴らしてみたり。クソ飛ばしてみたりしたから、もう暴れて、なんか最終的にこんなになってたね。マジで暴れて、それは暴れるな。気が狂ってた。駐車場着いたらもうゲロ吐きそうになって、いやだからそれ配信で見せたかったわ。ハムいらっしゃい、リョーキいらっしゃい。席まで出てる。いやこれだったらアイコスの余韻で出てる。あったの？いや、ないよ。ない。見たかった。まあ、配信すればよかったね。まあ、でもなんか三脚もないし、車の。三脚、配信できるような感じじゃなかったから。いちいちこうやって持たんといけないし、下の腹が持ってくれるわけないし。やめた。レトライザーさん、いらっしゃい。リゲいらっしゃい。リゲズいらっしゃい。大社いらっしゃい。携帯で払ったの？いや、払ってないよ。しっぽいらっしゃい。家の鍵？いや、家の鍵じゃないっすね。車の鍵っすね。車の鍵がなくなったんです。車の鍵なくなったから、なくなったし、まあ、結果的にはなくなったけど、前は鍵のスペアが3つあるから、まあ、もうなくなっても大丈夫かなって思う。3つあるから、角ついてなくない？でいくらしたの？まあ、3万なんぼだよ。よしやり。やばい。体調が悪い、なんか。体調が悪い。めっちゃ体調悪い、なんか。よし、ガンじゃない？いや、ガンではないっすね。顔色悪い？いや、顔色悪くないけど。どうやって車出した？だから鍵屋さんが来たんすよ。俺ね、鍵屋さん初めて見たね。初めて見たけどね、鍵屋ってすげえわ、本当に。めっちゃ早い、本物の鍵屋は。あ、でもこの鍵がね、すごく相当簡単だったらしいんだよ。いや、イモビライザーだよな、マジで。いや、ガンとかやめてくれない？コメントでガンとかっていうの。マジな、ガンとかって思っちゃうと本当になっちゃうから。
缶とかやめてくれよ。まあ、いいじゃない、シー。シー。すげえ早い鍵や。でもなんか鍵作るのを非公開なんで、車の中にいてくださいって言われて。鍵をね、なんか作ってるとこは見ちゃいけんらしいんで。すげえ見たかったけど、まあ、ちょっと隠れて見てたけど、エレベーターのとこは隠れて見てたけど、やっぱ白似合うよ。え、マジこの T シャツとか似合う。そう、見れないんだよね、鍵作るの。鍵屋さんすげえよ。だ俺だって鍵屋さんさ、なんか財布みたいな、でっかい財布みたいなの持ってきて、手ぶらで来たから、いやこの人どうやって鍵つくんだろうと思って、そしたら財布みたいな中からなんか取り出して、なんかガチャガチャガチャってやってなんかやってたけどね。まあすいません、見ないでくださいって言われたけど、やばい、病院行きなよ、お前行けよ。その場でやってくれたよ。リスナーさんがその場でやってくれたよ。っていうか本当にリスナーがいるんだなと思って。本当になんかね、やっぱね、あれだよね、なんか花屋とか車屋とかって絶対一人はいるんだよ。だ鍵屋もいるし、やっぱりいろんな仕事してる人が多いよね、やっぱ。だこの中に特殊な仕事してる人絶対いるでしょ。特殊な仕事。これは海上保安官とかいるんじゃないの。ブランであった。マジで。UFO の探索。お前仕事してねえだろ。言えないわ。道に軍手を落とす仕事。あれさ、あれ絶対ヤバい仕事だよな。軍手落として軍手拾いに行く仕事だから、あれ間違いなく軍手の中に薬物入れてんだろ。連行に穴開けるバイト、なんかそんなあったね。自衛隊なんだ。じゃあ自分の家でお菓子じゃねえ、なんか自分の家が料理屋の人います。あ、美奈子ちゃんいらっしゃい。自分の家が料理屋の人。身に下駄履かせるバイトってめちゃくちゃいいじゃん。寿司屋。マジ行きたいな。行かせてください。いいっすか、行っても。濡れせんべい作る仕事。婚活アプリで未婚のおっさんから会わないで金もらって生活してます。どういうことそれ。いくらぐらいもらえるんですか。高級寿司、天ぷら屋。ああいいな、いいな。じゃあエステしてる人いますか。職場エステの人、仕事エステの人。叙々苑なの。どういうこと。叙々苑、あ、叙々苑で働いてると思う。これ絶対嘘だろ。普通に エステの店長だよこれ。マジ。1人いますけど合計で500万もらいます1ヶ月に。
1ヶ月に500万ももらえんの。マキアス早く動いて企画して。うん、分かったわよ。何すればいいや、マジで。することないんだけど、別に企画とかって。でも500万もらってるのはね、月にもらってるの。合わずにもらえるって意味わからんけど、絶対嘘だろそれ。嘘だろそれ。証拠がないそれ。それはちょっと正直信じれないですね。嘘臭くて。実験って本当だったらやべえわな。いやー、羨ましいよね。お前疲れてる。いや、めっちゃ疲れてるね。お前マジ病気かもな。多分最近配信するのめんどくせえもん。定時配信を受けると、まあ、垂れってやろ。なんで疲れてる？暑いから。いや、死んで楽になるがやって話よ。最近マジで疲れてる。だ今日のテロップこれだもん。これ今日のテロップこれだもん。あ、仕事がついちゃったよ。最悪や。安楽死してみたって企画どう？いや、ただ死ぬけど大丈夫。死ぬけど大丈夫そうっすか？人生疲れてる。マジで？やば。マジ？自殺サークルっすかこれ。やばいって。人生疲れてるわ。そうなんだよな。やっぱストレス社会だからね。もう本当に今のご時世ストレス社会だからさ、なんかやっぱコミュニケーションとかで疲れるよね。うん、本当疲れるわ。だってなんか朝起きるのもめんどくさいもん。でいちいちタイムカードをしてさ、うちの母親に弁当作ってもらって、もうそれがめんどくさくなってきた。明日から仕事行くのやめます。うん、そうそう、仕事やりとりするのめんどくさいしね。何年前の話？いや、今の話です。仕事ちょっときついわ、マジで。仕事何してんの？村田製作所だよ。お前今日やっぱおかしい、マジで。いや、なんか日勤とか夜勤とか、なんか結構だるくなってきたんやね、もう。あんたやっぱ疲れてるわ。生きる希望がね、
生きる希望はあるけどね、やっぱ疲れる、人生が。お前と同じ名前やだ。いや俺アキラじゃないけどね、もうその名前捨てたけどね。まあ松本マティアスだけどね。人生に疲れたとか大丈夫ですか？いや大丈夫じゃないですね。明日ロープを送るわ、震えて待っとけ。いやそっくりそのまま返してやるわ。俺別に人生に疲れたところで死のうと思わんしね、うん、人生に疲れたら精子出しまくる人だから。アレングさんお食事です。フレ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 。大丈夫じゃないよ。お前最高何発だかよ。いや7発ぐらいじゃない、一人で。前期もしないやつが、いや関係ないからね。人生に疲れて前期なんかできるのにさ、そもそも相手の女の子がいないのに。俺が今してる話は一人での話なんだわ、うん、女性の話じゃねえんだよ。一人での話なんだよ。女性なんかいねえよ。キモいから独り言言うなよ。うるせえおめえ、独り言ぐらい言うだろうか。アホか。いや前期、いやだから前期ってはどうでもいいんだよ。今僕は人生、あ間違えた、人生には疲れてねえわ。これだわ俺、どっちかっていうと。あ、すみません、こっちでした。家族に疲れたわ。うん。いや、もう嫌なんだよね、正直。正直嫌なんだよ。もう手のかかる親で。そんなわかるでしょ。手のかかる親で正直無理だ。ほんとだよな。だってもう近所とかにさ、もうひどい目で見られてるよ。手がかかるから。だからまあ僕がね、ここの家族で、まあ、大黒柱だから、まあ、僕が頑張るしかないんですけど ね僕が頑張るしかない。薬飲まんと許さん。ちょっといや別にいいんだよ。いや俺薬も飲むこともしたし、別にそれはいいんすけどね。うん、来月の一日からコンサーターとハルシオンとストラテラ飲むこともしたけど、別にそれはいいんすけどね。コンサーターとハルシオンとね、ストラテラの多分ハルシオン飲んだら多分僕一日中寝てると思いまして、だから多分脳内がバグるから、定時になっても配信ボタンつけるんですけど、多分いびきかいて寝てますね、定時も。いやボタンだけはなんとかつけるけど、多分ずっと寝ても多分一日っていうか、ね、起きてる時間ほぼないんじゃない？ほぼないんじゃない？マジ。
だから来月からまあね、いや野田さんの真似とかじゃなくて、野田さん以上に寝るっすね。野田さん以上に寝ると思うよ。まあしゃあないっすね。まあ、ADHD って薬で治るの？俺もね、昨日まではね、ADHD 薬でね、治ると思ってなかったんですけど、なんかYouTube とか、まあ基本的には僕どっちかというと影響されやすいんで、リスナーの人がいるんですけど、そのリスナーの方にからいきなり電話がかかってきて、昨日女性の方ね、ADHD は薬で治るからって言われて洗脳されて、だから来月から薬飲むことにしました、その女性に。マティアスはADHD っていう病気のせいで頭おかしいから薬飲んで治しなさいって言われて、そんなんじゃ仕事できないよって言われて、まあでも心の中ではいや仕事する気ないけどなって思いながら、あ、まあ確かにそうっすねって。そんなんじゃ社会に出れないよって言われて、で薬飲んで何か変わるんですかって言ったら、変わるよって、まず人生観が変わるらしいんだよね、でも僕ストレートで飲んで人生変わらなかったですけど、なんで変わるんですかって、それはちゃんと飲んでないからでしょって。それになんか普通にまあそのなんだろうな、いろいろな発動を抑えるためにハルシオンとかコンサーターとか眠剤も入れてやると、まあなんか外に出なくな、そのなんか外に出る気力もなくなるから、まあ家の中でじっとしているから、その3錠飲んだ方がいいって言われて、あ、そうなんだと思って、あ、確かになと思って、そしたらずっと寝とけるもんなと思って、社会どころか言ういやだからその人がね、ガチでそれを言ってるからまあいいかなと思って、その代わり俺がむちゃくちゃだったらそいつのせいにするから、すべてそいつのせいにするから、ハルシオンとコンサーターとストラテラの3つ混合で飲まされましたっつって、そいつのせいにしますね。俺がなんかめっちゃなんかおかしくなったら、リーゲー君いらっしゃい、ほら大丈夫そう、リスナーさん大丈夫そうっすか大丈夫そうなら DM と LINE 送ってきて、今の余計ラリって終わるって言われてるけど、洗脳されてたけどもう洗脳解けそうだけど大丈夫そう、もう溶けそうだけど、コメ欄見てたらもう溶けそうになってきたけど大丈夫そう、コウさんお食事100円とフェ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 まあでもまあね、薬で治るって言ってんだから、まあね、まあ確かに病気は薬で治るからさ、まあ精神的な脳の障害的な病気も治るんじゃないの、その人曰く。まあ俺は治らんと思ってたけどね、そんなんでなるわけねえだろって、だって障害じゃねえもん、性格だもん。あー、こうめましばやすーふれ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 はーん、私そんな処方あるわけないわ、ほらみんなが言ってるやん、なんでいけんのこれで、いけんの、いけなかったら君のせいだからね全て君のせいです、
や、だから性格だもん。大体そもそも ADHD っていうのはないです。いや、ADHD って、いや、じゃあ何ですか？ ADHD って何ですか？じゃあ ADHD はただの性格じゃないの？だから俺がブラジル人に言われたことあるよ。あの村田製作所のブラジル人に、あの松本、お前はただの怠け者って言われたことあるから、いや、ただの怠け者らしいから、病気関係ないって言われた。俺ただの怠け者らしいから。 ADHD って何なんですか？誰か教えてくれよ。ツイコール上がって、社会生活を送るに困ってなければ問題ない。てかまあ ADHD って脳の発達とか言うけど、それをなんか脳の発達って言った人がまずそこから間違ってない。だから障害っていう時点でもうよろしくないって意味だからね。でもそれ個性として見たら別にまあ普通じゃない？障害じゃなくない？いや、個性でしょ。脳の障害です。いや、わからんけどね。だってそんな脳の障害って言うけど、だって忘れ物とか物忘れとかね、なんかセックス依存症ってのも ADHD の、 特性らしいけど、セックス依存症が ADHD の特性で意味わからんけどね。どういうことってなきゃ、ね、関係ねえだろ。シミケンとか、いや、セックス依存症っていうのは一人の女の人とずっとやるんじゃなくて、いろんな女と、いろんな女とすることらしい、ね、だ一人とはずっとできないらしい、ね、逆に。この時代何でも病気にする。なんか人輪に入れなかったらアスペルガーとか言われるしね。マジで協調性なかったらアスペルガー、レアなんだっけ。なんか他にもなんか LLLLASASDL みたいな、SSLD だっけ、なんだっけ、学習障害とかやつ、LSD、なんで学習障害って。あとなんだっけ、なんかね、輪に入れないやつ病気だろう。いや、輪に入れないやつ病気っていうかよくわからんけど、ただ単にコミュ障なんだわけじゃなく、コミュ障、いや、わからん。いや、だから ADHD は薬で抑え、治るのなく抑えられるだけってのは意味がわからないんですよ、僕から言わせれば。抑えれ、だって僕一応ね、頑張って3ヶ月飲んだことあるんですよ、毎日毎日薬。何も衝動を抑えれんかったけどね、毎日パチンコ行ってたけど、何の衝動も抑えれんけど。調べてないだけで誰もないくなってる。ああ、持ってる。まあそうでしょうね。持ってるやろうね。量が少なかったんだろう。いや、一番マックスだったけどな。一番きついやつ入れてたけど。意味ないよ。ADHD って多動ってことなの？いや、わからないです。ADHD がよくわからんですね。わかるけどわからんですね。パチンコ毎日でも破産したろ。だから俺ギャンブルしてた時、大塚製薬の給料全部ね、彼女と待ち合わせして一緒にあのジャンボマックス出雲っていうとこ行って、ずっと夜中まで、夜中っていうか10時40分の閉店まで言って、
で、あの負けたらあの次の日仕事休んで朝から並んでまた家に行って、ね、勝ったらなんかあの次の日仕事出てたけどね。なんか負けたらその演出が見たすぎて、普通に朝から仕事、あすいません今日行きませんって言ってパチンコ行ってて、逆じゃね、普通逆だけどね。ADHD ってギャンブルしたくなるの？なるの？いや、まあ今はならんけどね。今ギャンブル一切してないけどね、俺。パチンコもスロットも一切してないです。うん、今は何にハマってるって、まあそんな何もハマってないけどね。あ、風俗もやめたね。まあ風俗は行ってないね。まあ、やめてはないけど、大阪行った時は行くけど。打ってたのは北斗の勝負玉のやつ。あ、そうだよ、あれとあのバジリスクとか。ああバジリスクめっちゃ面白かったじゃん、昔のバジリスク。あ、鍵はね、あの見つかったんじゃないんです、あの作ってもらいました。はい、鍵がなくなりました。でもジャグライも打てないのにって。いや、一応もう別に行きたくなくならないかな。うん、ジャグライ、まあそんななんか大勝ちとか大してしたことないけど、まああの時はなんかね、あの朝の並んでる時間がすげえワクワクしてたよね。最初の1000円入れる瞬間とか、うん、結構やばかったもん。気持ちよすぎたもん。仕事を休んで打つスロットはマジで気持ちよかったね。よっしゃい。振動術チャンス引いたらドヤタバコ。あ、振動術チャンス引いたらまずトイレに行ってまあでもその時は普通にあの台でタバコ吸えたから、トイレに行ってコーヒー買って、で友達と来てたら誰かにコーヒーもう一個あげて、うん、であのめちゃくちゃワクワクした状態でしんあの振動術チャンスやって、あの2つとかしか引けない時ある。スキショックな時ある。いやパチンコはやらんすね。もうやらないですパチンコは。いやいや、やらんで。いやもうパチンコは絶対やらん。お前ジャグラーで16万、いやその知らんけど。あ、8000枚か。なんか出たこと記憶あるな。やっても勝てない。そうでしょ、やらないっすね。なんでやらんの？うん、いや面白くないから。面白いと思えばやるけどね、やる必要ないし。面白いと思わないから。本当に前趣味減ったな。でも今人生に疲れてんだって。今俺がしたいのは人間ドック行って体をいろいろ見てもらいたいね。うん、人間ドック行きたい。まあ行くんですけどね、来月。やばいね、人間ドックが8000枚出してですね。あ、ゲームもしないですね僕。はい、だから基本的に寝てるだけなんですよね。人生つまんないですよ今。基本的に家にいるときに寝てるだけなんで。
あ、でも一個だけ趣味あるっす、今。あ、ちょ、ゴジラと、フェ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 、はーん。あ、一個だけ今、あ、でも一個だけね、趣味があるわ。あ、それ何の趣味かっていうと、ビジネスホテルに泊まるのが、ね、趣味だね、今。いろんなビジネスホテルに。一人で。マジで。あ、ゆいゆうさんはちょぼけ返す。フェ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 、はーん。いや、ビジネスホテルのベッドで寝ながら大画面で YouTube 見るの。どんな趣味？いや、わかんないけどね、なんか一人でね、あのビジネスホテルに部屋にねいてね、あの何もしないっていうのが最高に気持ちいい。ビジは狭くない？まあ狭いけど、まあ一人では十分でしょ。わかるでしょ。月夜のうさぎの招待券あるから今度送る。え、それ退社のあの旅館っすか？旅館ホテルみたいな。あそこ高いとこじゃないの？弱者園。だから今僕が今泊まってみたいホテルは一畑ホテルとエクセルホテルと、あのグリーンリッチの新しいホテルも泊まってみてえな。俺もそれしてる。いや、わかるでしょ。あのホテルであの一日何もしないっていうね。いや、旅館は大して興味ないけど、あのビジネスホテルを、あのビジネスホテル巡りは大好き。グリーンリッチはあのサンダルが GR って書いてあって、あれかっこいい、あのサンダル。で、あの大浴場がついてるんですよ、グリーンリッチは。アパホテルはね、大浴場ないとこあるし、なんかアパホテルのベッドちょっと硬くて嫌なんですよ。アパのホテルはちょっと硬い、ベッドが。あ、ダメ。あ、言った、おしょこじゃすー。フェ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 、はーん。で、ドーミーインホテルってあるんですけど、ドーミーインはあれはね、海鮮丼がついてくるから、海鮮丼となんたら夜泣きラーメンみたいなの、で朝は大浴場行って、出たら横にヤクルトとアイスが置いてあって、で朝のモーニングも美味しいしね。あの心斎橋にあるドーミーインなんかめちゃくちゃいい、あれ。夜泣きそば、それだ。で、あの部屋が広くて、で、あのトイレがね広いんですよ。で、僕トイレが狭いあのホテル嫌いなんだよね。なんでかっていうと、僕あのトイレでうんちしたい時に、俺椅子に座って、トイレの便器に座って便が出ないんですよ。ドーミーイン高いよ。1万2000円ぐらいするよ。だから僕一回あの便器の周りのとこに足を両足乗っけた状態で踏ん張らないといけないから、あれをなんかあのアルファ1みたいなちっちゃいトイレしかないとこでやると、あれをパッてやると便が全部ね、トイレのね的の中入らなくて、全部あの下に床に落ちちゃう。一回そうなったしね、なんなら。一回そうなって自分でそうしたいのに部屋変えてもらったからね、俺。マジで最低な野郎でしょ。いや、すいません、ちょっとあの便が便器から落ちちゃってね、あの風呂に入れないんで、ちょっと部屋変えさせてもらいます。いや、その代わりお金かかりますけどいいですか。あ、いいっすよって。無理だ、トイレの使い方間違えてないよ。だからドーミーインはあの便器がめっちゃでかいし、あれなんですよ。あとあの大阪にあるね、大阪にあるあのアメ村からちょっとまっすぐ行った、なんかあのアメ村三角公園からちょっとまっすぐ行ったとこに、なんか地下にあのファミリーマートかローソンがついてる、あのアルティインみたいな名前の、あそこのね、あのシャワーめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい、あそこのシャワー。
なんか泊まったことあるですか、アルティインみたいな名前とか。いや、めちゃくちゃエロいよ、あそこシャワーがガラス板、ガラス張りになってドーミンプレミアム、あーいいっすね、ドーミンいいっすね。名前くらい覚えとけ、覚えれんわよ、すんの。いや、外から見えるよ。あー、なんかホテル泊まりたくなってきたな、そんな話してたら。早く実験。え、実験っていうか、実験っていうか別に今日実験しないけどね。なんか実験なんかしないといけないんですか。まあ、あのしょぼいとかしょぼいよね、ドーミーインも。あ、それわかるわ、うん、めっちゃいいとこいいじゃん。でも俺三脚もなくなったんだけど、また三脚どこ行ったやマジ。星見リゾート、あー星野リゾートってあのあれか、西大のとこか。はいはいはい、ちょっと待って、明日集合だわ。どういうこと？あ、U タッチ？U タッチ？何になる？え、ちょっと。まあ明日ならいけるよね。てか、あれ？てかちょっと待って。非常にミスったことをしてしまってるかもな、これ。あ、マジか。最悪や。最悪や。どうしたよ。いやー、ミスったな。ん？ミスったな。まあいいや、もう。おい、カクカク？いや、カクカクしてないでしょ。カクカクしてます？いや、アデデってなんだよ、お前。なんでアデデって。カクカクしてる？おい、なんでカクカクしてるや、これ。え、嘘？カクカクしてないでしょ。ちょっと待って。ちょっとね、あの、ちょっとね、カクカクしてるから。ひしゃひしゃしてる？意味がわからん。これ知ってた？このエアスランパスをこっちつけると、あのあれ、キンキンに冷えてくから、キンキンに。いや、ちょっと、あかんな、これちょっと。
やめなさいって、いや気持ちいいって言ってるじゃん。スコア天使、あ、すいません、試合見てないです。見ようと思ったんですけど、ニコ生でも見れない、TikTok でも見れない。どうでも見れんかったから、もう見てないです。いや、あれタケルには程遠いだろう。山下清だろう。じゃあ今日は、今日の配信は何しますかというと、マジで今日することないんで、今日はあのあれもう終わります。いやいや待てよ、いや今日はあの、あそうか、昨日あのあれ親父の日だったんで、あの親父の日だったんで、あのなんかしてほしいこと1個聞いてみようか。昨日あれだったもんね。やめろよ、まだ。あの、いや昨日父の日だったから、なんかお前なんかあのなんか俺になんかしてほしいことある。っていうかまあ俺になんかしろよ先に。気持ちいいな、で何？何がしてほしい？いい意見。いい意見。いい県。いい県なのに。早く言ってよ。あれ、フライドなんかやな。あ？そこにあるチキン。あ、チキン。うん、チキン。あ、あれが買ってくればいい？うん。の何味？あ、チキンだから。何味なんでもない。この中で国土交通省が所管する統計のすべてにあたる9つの基幹統計、あ、分かった。55の一般統計について業務に問題がなく、父の日決まったからな。昨日はちょっとな、いろいろな、あの家族で、まあ、ドライブできてよかったと思うけど。じゃあちょっと今日は父の日のプレゼントをね、買っていこうと思いますね。うん、ちょっとね、あの母の日何もしてあげれんかったけん、なんかあの母の日のプレゼント何が欲しい？母の日何もしてあげれんかったけん。お金返して。ん？お金返して。あいつだね、マジで。お金返してとか、お金返してお金返してって、お金ないのに。いいよ、お金返してやるよ。その代わりこの家を担保にして売ってやるけどな。実印持ってるし、いくらでも売ってやるけどな。ここはどこかの店から買ったこと知ってるから。あるからケンタッキー行くんだろう。いや、あるからって言っても1000円しかねえけどな。誰かペイペイくれたら、あ、ケンタッキーペイペイ使えんか。携帯代の生のどうしたんて、まだ払ってねえよ、まだ。うん、しゃあねえな。親父にケンタッキー買ってけ。親父にケンタッキー買えばいいんだよ、ケンタッキー。
タッキー。ケンタッキーは すぐそこだしな。あ、だから車戻ってるよ。あの鍵屋さん来たかったな今日。リスターのケンタペーペー使える。あ、そうな。いやでもペーペー200円しかないけどね。邪魔だよクソガキ。すいません。はい、俺いくら持ってるっけ。すいません、あのですね、あの俺あのオリジナルチキンパック。オリジナルチキンのパックでしょうか。はい。何ピースのパックでしょうか。あ、そ、あの創業記念のやつね。創業記念のパックでしょうか。はい。こちら1000円のパックと1500円のパック。あ、1000円でいいっすよ。1000円で。1000円のパックがお一つ。はい。はい。こちらも頼むことございますか。あ、ないです。はい。ないです。いや、わからんけど、どうなってんのこれ。1000円しかないよ。はい。ローソンカードかポンタカード、ケンタッキーのアプリお持ちじゃないですか。ポンタカード使ったらこれどうなります。ポイントが貯まります。あ、じゃあ、はい、今日から使うよ。はい。いえ、こんなとこでイラつかないから。店員さんはカードのプレスとレシートとクーポン付きのアンケートです。いや、超近くてる、超いいんだけど、最高なんだけど、マジでケンタッキー。ケンタッキー最高なんだけど。こんな近いってやばくない？やばいよね、これ。近すぎるよね、これ。いや、ものの20秒ぐらいつく。さっきだ、さっきもだってあのドライブスルーのところに30秒かからんかったでしょ。20秒ぐらいついただろ今。ああ、よし、じゃあ親父にプレゼントしますか。プレゼント、え、ね、昨日マジであの顔面殴りそうになったけど、配信外でムカついて。食べさせてない、あげな、あーんって。いや、最初気持ち悪いな。さすがにさっきキモいな。今日親子ご飯し、いや、昨日だからちょっとね、父の日だったけど何もしてやれんかったから、まあ今日ぐらいはね、まあケンタッキーぐらい買ってやってもいいかなっていう感じ。でもさ、でもね、一個だけね、俺ね、あの親に二人に物申したいことあるんだけど、俺あなた誕生日いつや？12月9日。いや、当たり前や、あの意味がわからんわよ、お前。普通におかしいだろ、お前。
当たり前ではねえだろお前普通に。いやだから税金は関係ねえ、金は関係ねえや、プレゼントも関係ねえわ、普通に誕生日やったらおめでとうぐらいは言うだろ普通。誕生日、今日誕生日だよって言ってそっから説教に始まる親どこにおるやん、もう普通に35にもなって早く仕事しなさいっつって家で暴れてる場合じゃないって言って、なんか誕生日って言っただけでそっからなんかそっからなんか幅を広げていってなんかまた説教になるんだよ、おかしいだろもう普通に。当たり前じゃねえだろお前普通に、人の誕生日ぐらい親できるような人間になれよ、発言だけでも。お前の親は、あ、そういうこと、うん、そういうこと、そっち系まさかそっち系だった、うん、おめでとうくらい言えるでしょ。ケンタッキー冷めるかよお前普通に。でも、でもじゃあちょっと聞きたいんだけどさ、皆さんじゃあ父の日に何かプレゼントしたんすか？してない人もたくさんいるでしょ逆に。ぶっちゃけした人はので、してない人はへで。してない人へで。いない場合は、それはまあすいません。それもしょうがないですね。そこはちょっとしょうがないですね。いないのはもうしょうがないね。もういない。なるほど。それはもうちょっとノーコメントで。いない人はもうね、いないでいいです。それもちょっとね、コメントしがたいから何も言えないです。それ両親いない、それはね、あれっすね、何も言えないな。よし、いない、それは何も言えないね。なんかもう申し訳ないみたいな感じになる。こういう会話して申し訳ませんで、いずれそうなるものだから、まあさ、まず人間年取りゃね、まあ、そうなるけど。俺親より先に死ぬかもしれんしな。聞いてると悲しい。あんたは創価会なんだ。へえ、知らんかったわ。徳明さん、おしばき100ありがとう。フェ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 はーん、おやすー、おやすー。いや、クラクションでいいわよ。すいません、ちょっと、いや、そればっかし、いや、母の日に、いや、もうそれんだけん、ピザがいいって言ったでしょ。はあ、言ったじゃん、ピザが良かったって、この前。なんでそんなこと、なんでそんなこと言う。だって本当のことだもん、この間もそう言ったじゃん、ピザが良かったな。ピザがいいとかも分からなかよ。わがまますぎるか、マジで。
なだけなんでピザ買ってくれよ今からあんたの金で。意味がわからんお前。あんたの金でさっきの車の鍵の金じゃ早く返して。いや、むしろ意味がわからん。ありがとう。いや、いや、ほんと、ちょ、来てよ、こっちに。もうご飯か？うん？一本だけちょうだいよ。先食べた。うん？一本。なんか、あとで。だから、父の日だから、父の日のプレゼントで、買ってきちゃう。誰だよお前。ねえ、いらんの？いるよ。だけどそこで食っちゃいけないから玄関に来なさい。玄関に。玄関？玄関で食べた。違う、ちょっとあのちゃんとあるから来て。ちょ来て。ちょっと来なさい。ちょっと来なさい。ちょっと来なさい。なんでよ、ここまでだよ。どこんなにしとかよ、お前。どこまで行くだよ。あ？ちょっとそこまで。うん。うん。話で出ない。もう掛けもきちんと。いや、掛けるでしょ。掛けなんもんね。なんかね。え、ちょ、いいしてみて。いい。いや、歯がねえだよ、お前。だけど、入れば入れてないけど。そうなの。なんかい。じゃあ、食べるよ。ありがとう。いや、本当に完全にひふみじゃん。歯までひふみじゃん。マジでひふみだったわ。ハゲで歯もないってやばいだろ、普通に。よいしょ。ああ、飲みなさい。ありがとう。うぜえ！これは何言って？これはね、あのマスタードだから、これはお好みでつけなさい。あ？お好みでつけなさい。どうやって開けたい？なんかお金待って、お金返してよ。お、そうだよ。うん、じゃあ分かった。じゃあまあ、じゃあこれ返してくれよ、これ。いやー、いいよ、もう。返すんだろうが、もう。何のバカなこと言っとるや。でも一応ね、あの見て、あの、グリルチキンとかあるんじゃない？あ、一個ずつある。おー、すっごい。いっぱい入ってる。うん。あの、いただきます。あ、ちょ。ちゃんとあの、あれ、3等分にせんと。あ？ 3 等分？あ。なんか3つあるわね。いや、ちょ、貸して。やだよ。汚いね。汚いね。やだよ、け。洗ってきた、お父さんも。洗ってきたわね、何？あ、松本、おしゃべき100ありがとうございます。プレ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 、はーん。これ。あ、やけん。お母さん、こげんことするか。だけんじゃ。汚いね、汚い。何だよ。な、いらんかや、せっかくお前買ってやったのに。いるわね。汚いな、なんでこんなこと。
ず揺れますよ、こんなことして。汚くないだろうか、机の上なんて。汚いわ、なんて、うん、上も下も。あ、これ、これいいよ。いや、置いといて。いや、あんた食わんでしょ、置いといたら。だから汚いし、なんかまだやることな。いや、あんたも汚いけどな。今日ご飯何？餌みたいに渡さないで。いや餌だし。どうすか、美味しいですか？うん、ありがとう。うん、礼なんか言う必要ないけ。は？いや、ということで俺なんか言う必要ないって。だってあんたに俺言ってもらってない。おかしいやろ普通。俺言ってもらってないけん。え？いや俺、鍵、鍵のやつ、鍵作りの人に金払わせて俺。ええ、それはもう借金なだけだよ。昨日からの駐車場代まで払わされかけた。いや、払わしないじゃん、お前。払わせかけたでしょ、あんなことして。何が？何が払わせかけたって。人を騙せたこと。は？何が？だって、あんたそうしたでしょ。何を？どういうこと？詳しく言えや、それ。何が払わせかけたや。そんなの必要なんですよ。払わせもできんだろうが、自分の車2台で行ってんだから。何言ってんのあんた。どういう意味？どういう意味って何が？何とって知らん顔するの。いや、意味がわからん、お前。あんたに言うだけ無駄だし。早く食ってよ。そう。ただあんたおかしいってことだ、頭が。よくよくよかったわ。うん。まああんたもおかしいけど。すい。人の迷惑考えてない、全然。考えてないですね。それで、こんなやつに絶対食わすなよ、ケンタッキー。あんただけ食えよ。お金返して。え？お金返して。いや、じゃあケンタッキー、あのゲロ吐かして、あの口から吐かして、もう一回返しに行くわ。それで払ってあげるよ、1000円。頭おかしい。うん。だってしかも、あの借りてねえし、それ。お母さんにはお前ありがとうって言うな。ありがとうから何したと思うけど。何が？車の中で発狂しやがって、ずっとうるせえやん。あんたたち家族全員おかしい。まあそうなんじゃない。最近分かってきたもん。うちの母親ってなんか配信つけるとなんかあの性格が変わるっていうのか。配信してない時に言ってる、あんたにやられるけん、ヤクザみたいな。うんだ、それ言いかかりだよね。ただの。ヤクザみたいに言ってるけど、なんか俺言ったっけ、じゃあ今日。言うかなんて言うけど、配信してない時に言ってる、ヤクザみたいに突っかかってくる。え、何語？でもヤクザみたいに突っかかってるのはあなたも、あなたじゃない、今現在のあなたじゃない。死ねえとか。いや、すぐ切れる。何が？あんた本当はものすごい切れる人間だよね。何が？なんで？カッとなる、カッとなるタイプ。それあんたもじゃない、それあんたの DNA じゃない。いや、あんたこそすぐ切れるじゃん。ブーメランやな、怒るの、うん、それあんたの話のことだと思うけど。いや、自分のこと言われても、そりゃそうでしょ、 DNA が一緒なんだから。あんたが切れる性格なら俺も切れる性格だわ。切れません、別に。まさにそれよね、あんた全然切れないよ、どんだけ我慢しようと思ってる。うん。おっ、おっ、食ったか。え、どうしたの？全然穏やかな人間だし、言ってる。いや、穏やかではないよね。いや、穏やかで、あんたとは全然人種が違う。人種が違う？いや、それはないんじゃないですか。人種一緒じゃないか。
なんでヘイちゃんって。あ、どうした？どうした？いやだからそれなんかお茶なんか飲んで、どうしたの？お茶は飲むよ。父さんアイスコーヒー買ってきたよ。おいしそう。いや買ってくれねアイスコーヒーなんか。は？あんたと違って安いやつです。なんすか安いやつって。1リットル。あ、そうだ、あの石田さんがそういやね、石田さんがそういやね、あれ買ってきたくれたんだ。あと15秒経過して、はは、いはい、何？いや、プレゼント、誕生日プレゼント。あれは誕生日？誕生日だ。あ、誕生日で父の日。え、左の下、おい、下どれだ。あんた自分で投げとってわからんがね。何したらダメですよ。なんで？おぉ、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 やば、せっかくリスナーさんがくれたやつ、ありがとう。じゃあ取れよ。あ、何？どれがいいですか？じゃあ1個選んで。何と思ったの？ん？ガルディアのコーヒー。いや、お菓子と勘違いした。うん。お母さんにあげて。いや、だって投げたじゃん、今さっき。投げた、投げられたの。あ？いや、渡しただけですけど、俺。キャッチしろよっていう意味で投げ、渡しただけだけど。そんな、誰ともお前、ちゃんとすんな。ちょ、トレイン邪魔だよ。ここ移動しろよ、マジで。なんで重たくて。なあ、ちょ。なんかこんな持てえよ、お前、マジで。取れんもん。狭くて。だけでしょ。だけんちょ、ひ。うん。足で蹴んな、お前。はいはい、ありがとう。いや、平橋さん回ってるってまあ確かに。こなん？それはアンパンじゃない。パンの。いや、どういう意味だよ。あ、そういうことか。あ、これにこれをかけるんだ。ごめん、これにこれかけるやつ。ちょ、マジでこれ。ちょ、そっちの手で。
こっち使えんのじゃん。寿司指舐めただろ、まあ、うん。なんかやってよ。だけどって。どんな味じゃないですかね。ほら。うんとこ、私とアングルだわよ。あ、これにこれか。ああ、ありがとう。うん、これ。シロップだわ、ただの。ね、だからそれで味が出るんだって。ああ、かいい。食べるといいよ。いや、いいよ。俺今日そうめん食うから。もうそうめんなんかない。え？ない。なんでご飯食べにそうめんだ。そうだよ、机に拭くなよ。まあそうだよね。ん？それなんか拭いてないの？ん？ね、やめた方がいいよマジで。机に拭くのは。俺そうそうめん作ります今日は。ご飯炊いてるとこだけ。だけん今日ご飯だ炊いてるとこだけんってまだできてないんだよ。ほらあるやんか、まあ、そうめん。なちょっと今あと3分で炊ける。だけんいや別にそうめん飯でいいじゃん別に。それ何それ。アスパラ。これそうめんってどうやって作れなかったっすけ、リスナーさん。忘れたわ。どうだったっけこれ。あとまず夜間に鍋、夜間にあれか入れるんか。夜間じゃねえよ。いやそうめんはうまいわ。なんで、じゃあそっちでやってよ。こんなちっちゃな鍋、そうめんなんか入れておらんけん。これ、これインスタントラーメンでしょ、これじゃん。いやいや、ちょ、どれやねん、これか。だけん、違うじゃん。どれやねんじゃん。もうどんどん濡らさせる、こう缶も拭いて、缶も乾かんのに、完全どん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 。どれだよ、じゃん。どれやねん、マジで。いや、これでもいけるやろ。ね、いけるよね、普通に。一人分のそうめんなんかで全然いけるでしょ。うるせえよ、誕生日に。誕生日おめでてえの一言も言わんくせに。マジで。鍵のお金払わせる一言も。悲しいよ、お前、普通に。知らん、そんなもん。駐車場の5000円も払わそうとして、人に。しかも騙して。私の車の200円って自分の5200円ってこと、あの、入れ替えて。知らんけど、そんなの。駐車場であの払うときにあの、おい、ここにやったよ。なんで捨てるや、マジで。捨てんのや、マジ。あんなことする人間初めて見たわ。あんなことしよう考えてたかと思って。まだや、マジで。おい、捨てるなよ。マジで。あれ、捨てるもん、これ。そうめん、すごいしてんのに。なんで無理だよ、お母さんが。だ、俺、そうめん食い。まあ、やめろや、勝手に。大体もう、ここ、飯食ってんだから。そもそもが。いや、怒られるも何もないしね、そもそも。いや、知らねえって、あんたもうどうせケンタッキー食ってるから別に飯食わんでしょ、うん、そもそも、うん、よし、ご飯できました。
ほら、そこにあれが、お母さん豪華やん、ちゃんと仕組みの牛かな。よっしゃ、味付けは焼肉のタレですね。おい、ケンタッキーも食ってねえやんか。そうかな。それは。そこのケンタッキー。いや、全部あんたが食わんといけんのに、もったいないじゃん。いや、明日の朝とかないから。ふざけんねえ、何が明日の朝やねん。いや、市役所に相談しても何も意味ねえけどな。食え。まあ、あ、え、じゃあ携帯かよ。もう買い放題やん。刺されるかもね、俺。市役所。行けばいいと思うけど、んで市役所。いや違うんだよ、これはあの卵買いすぎっていうのは、卵俺が買ってるんだよ、食べたいから。あれ、これ何、これじゃすぎるやろ、やってること。いや、これ正確なんですよね。それ正確だから。すべてにおいて雑なんだよ。もう食べれる？もういい？で、どうするんだったっけ？ OK？ で、お風呂で泳がせるよ。いや、それ一回したし。こうか。こうか、こうか。熱っ。そうぞ。こうだろ。どれくらいやんの。
それぐらいぬめり、もういい。よし、で、OK、できました。ネギない。納豆もあるけど。あご出してる。で、わさびはある。いや、僕はこれですね。僕はこれでやります。ケンタッキーかな。気持ち悪いお前、チンゲ振りかけるとうまいとか。お前おしゃれ。まあ一人用なんで別に少なくてもいいんですよ。で、うん、まあわさびですかね。よし、水、あ、これに、こうか、どういうことか。あ、なるほど。生姜は微妙いね、俺は。シャアできました。そうめん、いや意外に美味しそうでしょ。絶対美味しいけど、うん、よいしょよいしょ。いただきます。いただきます。わっ、うわわわ、味濃っ。味がめちゃめちゃ濃いんだけど、何これ。味濃いこれ。うん、こっちの方がいいっすね。こっちの方がいいっすね。こっちの方が美味しい。うんうん、味が薄まってうまいわ。
うんうん、うまい、めっちゃうまい。うん、めっちゃ美味しいですこれ。うんうん、つかもうないけどもうないけど少な、もうねえけど、あれやかんわ、全然払えるわこれなもん。これあるよね、なんかあの YouTube で何も喋らず音だけでやるやつ。音だけでやるやつ。あのな、そうめんはな、なんだよお前、2、3分茹でればいいわね。あんたどうすんの、10分、5分、10分茹でてそうめんがそうにふにゃふにゃになってしまうわね。大きく7分はね、分かった？いや分からんけど。あんなに長い時間な。あんなに長い。おいちょっと待って、今 ASMR してんのに。そうね、汚い声を乗っけてくれない今。音が全部かき消されるよ前の声で。あ、いいよ、その音いいね。そうそう、それ。カランカランカランって音はいいよ。いいよいいよ、その音。こら、まあ、氷入れすぎだろこんなもん。いや、カランカランやんがよな、それじゃ。まあ、どんだけ氷入れるよマジで。ほっとけて。このクソガキが。いや、俺自身にはだけねえな。このクソガキ、このクソガキ、歯ねえだろうが噛もうとしても。もう母さん何とかしてこの分こいつ、いや無駄遣いすぎるよねその虫で。何やどうやけなんだか気づけんのもう。あいつ氷入れすぎだもんマジで。さすがにほとんど持っていった、氷ほとんど持っていったもんマジで。氷ほとんど持っていったで、おかしいでしょ普通に。あの1回でも3分の2ぐらい使っていったで、あれおかしいだろ。いや使ったやつは作っていけよ。おかしいやマジで。作れよ。なんで俺が作らんといけないの普通に。大して氷使ってねえのに。何もなしに氷作らんだろうな普通に。まあでもほとんど氷使ってコップにいっぱいいっぱい。あんな氷の入れ方っていないし、なかなか。おかしいだろマジ。
許せねえな。いやマジいないよ、なかなか。あんな、いやそれただ平八が好きなだけでしょあんた、それただ平八が好きなだけでしょそれ。そういう問題じゃないんだよね、普通におかしいだろ今のは。エース関係ない、お前絶対関係あるだろ。好きそうだもんね、ああいうの見て。あ、納得なんです。うん、うまい。夜飯は納豆ご飯でしょ。うん、うん、うん、ごちそうさました。いやうまかった、うまかったわ。変なもん組み合わせ、いやなんか俺おばあさんの形見だよ、おばあさんな、おばあさんの形見、新しい登場人物。寝るんか。いや今日やばいからね、今日緊急事態だからちょっと寝てる場合じゃねえんだよ。そうめんのついてうめえんだよな。うまっ、うまっ。そうめんのつゆめっちゃうまい、マジでうまい。美味しそうに見えない。いやだからおそうめんのつゆ飲んでみれば分かるよ、うん、うまいから。うまいから飲んでみ。あ、ごちそうさまでした。自分の料理美味しかったです。何はい、ということで飯配信でした。